刷の江藤です。すごいおしゃれですね。 ありがとうございます。実はこれデニムの廃材からできているんです。府中市で名刺やパンフレットなどのプリントをしていることぶき印刷プロジェクトを立ち上げたのは、印刷だけでなくデザインやコーディネートも担当する宗藤さんです。しかしなぜ印刷する会社が紙まで作ることに？その土地土地の文化とか伝統的なその産業みたいなものを紙にできたら素敵だなって思ってて、やっぱりこの地域で言うとビンゴガスリがあって、それが今デニムになってるっていう、デニム産地にもなってるので、まずはそこを形にしたいっていうのがきっかけだったと思います。そこで声をかけたのが福山市にあるデニム工場でした。着目したのが生地を作る中で生まれる廃材。こちらに廃材があるんですけれど、こういったデニムの端切れをと活用していただいています。年間約50トン程度、はい、廃材として出ております。デニムを加工するときに出る切れ端や品質を確認するための生地などを紙の材料として提供。この大きな生地もこれまでは廃材になっていました。名刺にするとその数はおよそ数千枚にはなるかなという、はい、デニムが名刺になる、デニムが紙になるというのももっともっともっと広く伝わってほしいなというのは思ってますね、はい。デニム工場の廃材を紙にするのは地元の自立支援施設。手作業で紙にしていきます。貝原さんから出た廃材、今回のその手すき紙っていうのは廃材と古紙を混ぜてて、牛乳パックとか酒パックの中、それをまた細かくして、こういうミキサーみたいなもので攪拌して、さらに細かくしたものがこちらです。合体させて混ぜて、こちらで紙すきを行います。一枚一枚手すきで作る理由とは、地域の企業からいただいている廃材っていうのもありますし、大手の製紙会社だったらものすごい廃材の量がいるんですよ。で、ものすごいコストをかけて大量の紙を作るんですけど、僕たちの力であれば、手すきでやりますので、紙に生まれ変わらせることができるんじゃないかな。デニム廃材を使った手すき紙が完成したのは2年前のこと。名刺として利用することで地域に広がり始めました。この取り組みに興味を持ったのが地元の家具工場。これまでもリサイクルに取り組んでいました。家具を製造する中でこういった大きい端材が出ますので、こういう形が大きいものに関してはスマホスタンドだったり小物トレイだったりアップサイクルしてます。しかし再利用に困っていたものが、こういったノコくずが出るんですが、かなりの量、廃材っていうのが出てまして、なかなかこう使用用途が思いつかず、社員の方からどうにかできないかっていうところで、今回名刺になるということで非常に弊社としてもこう驚きましたし、嬉しいお話でした、はい。地域で出る廃材などを使った手すき紙の名刺は増え続け、デニムや木材だけでなく平和公園に届く折り鶴や味噌を作る工程から出た大豆などを使い、11種類を生まれ変わらせています。廃材は物語の種っていうことで、廃材があるからこそ製品ができてるっていうことがあって、製品と同じぐらいストーリーがあるんですね。手すき紙を一枚一枚印刷し名刺にするこだわりは、会話が生まれる名刺っていうのがいい名刺だなと思ってます。出会いが印象的になって、その人のことを覚えていく時間も長いし興味を持てると思うので、そこにつなげられるっていう力がこの背景満載のこの手すきの紙であればそれができるなと思ったので名刺にしてるっていうのはそういう理由です。それぞれの企業さんが持ってられる課題感といったものをちゃんと解釈をして、それを手すきとして紙にしていただいて、ちゃんと喜んでいただく形でフィードバックするっていうような、みんなが喜ぶ形を今後もやっぱりやっていきたいな。素
てられるはずだった地域の廃材、手すきに思いを込めて新たな命を吹き込んでいます。人と人とのつながりを通してその可能性は広がっていきます。